サバを使って定番の塩焼きを作っていきます。包丁を使って鱗とぬめりを取っていきます。このようにしっかりと取ってください。腹を裂いて頭を切り落としていきます。この肛門のとこから包丁を入れてください。はい。そして胸びれ、腹びれのところで切り落とします。あとは手前に引っ張ってください。こうするときれいに取れます。さばいて残った頭の部分も美味しく食べられます。これで内臓が取れました。カブト割りにしていきます。血合いに切り身を入れて洗い流していきます。この V の字に入れてください。ブラシで洗っていきます。水分を拭き取ってから2枚おろしにさばいていきます。腹、背の順番で包丁を入れてください。これが2枚おろしです。片方は、骨がついたままです。今回は2枚おろしなので、片方には中骨がついています。骨が気になるようでしたら取ってください。腹骨を描いていきます。血合い骨を抜いていきます。はい。これで骨のない状態になりました。お好みで調理してみてください。火が通りやすいように身の厚い部分に包丁を入れていきます。
切り分ける際には、食べやすい大きさに切ってから切り目を入れても良いです。好みにしてください。サバの両面に塩を振って15分ほど置いておきます。身の厚い方は多めにかけてください。薄い方は少なめです。塩をして15分ほど経った状態がこちらです。このまま焼いても良いのですが、日本酒を振りかけるとより美味しくなります。風味が良く、臭みを消えます。塩を全体になじませたら焼いていきます。今回はこの卵巣も焼いていきます。それでは、サバの塩焼き、あら汁と日本酒の冷やで乾杯です。残ったアラで作ったアラ汁をいただいています。良い出汁が出てます。卵巣の部分からいただいてみます。香ばしく焼けています。サバの身をいただいてみます。サバの塩焼きは定番ですが、美味しいのでぜひ作ってみてください。Thank you.